枠なりの3対3の進入スタイル。11レースの準優勝戦、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇池田、センター3コース3号艇塩崎、4コース4号艇平川がいいスタート。1周1マークインから先手打つ1号艇池田博美、まくり出し3号艇塩崎と5号艇田村美和、1番打ちさしては6号艇鈴木でバックスレッジ、まくり出し刺さった3号艇塩崎久坂リード一定進、2番手1号艇池田、3番手5号艇田村、この3艇僅差スターター正常。1周の2マーク3号艇塩崎久坂トップターン、握っていく1号艇池田、潜り込む4号艇平川、間5号艇田村で直線。2つ目の準優勝戦第11レース、1着3号艇塩崎坂選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。船足に変化はありましたか？乗った感じの、体感がすごく良くなったと思います。そうですか、はい、じゃあその体感が良くてこのまくり差しも、そうですね、はい、しっかり、はい、乗り心地の感じは、はい、よくなっ、足はどうか分からないですけど、はい、乗り心地の感じは良くなっていると思います。そうですか、はい、じゃ足はというところの部分では、はい、ここまで、どんな風に直しは、出足中心にずっといいのですけど、はいはい、けど、けど、はい、何か気になる部分が、乗り心地が日替わりって感じで。そうですか、はい、それはやはりこの気象状況の変化があったりとかっていうのも、そうですね、大きかったと思います。明日もいいレースできるように頑張ります。応援してください。